はい、こんばんは、ポップです。FX チャンネル、1月22日水曜日、本日も先進国通貨4ペア4通貨の解説から始めていきます。順番はいつも通り、米ドル円から始めまして、5ドル円、ポンド円、そしてユーロドルの順番で解説をしていきます。 それではね、全体の相場感からのお話をしますと、昨日はね、ニューヨークマーケット、ニューヨークダウンに関しては、まあ、大きく下げるという形でリスクオフの展開だったという形なんですが、一転、東京マーケットに移り変わってですね、東京マーケット日経平均は大きく上昇して2万4000台を回復ということで、まあ、強弱ね、まちまちの動きだったという状況でございます。 それを受けましてね、ドル円、5ドル円、ポンド円といったようなクロス円の方は動きとしてはまちまちの動きになっておりまして、今ご覧いただいています、米ドルに関してはほぼ横ばいというところと、5ドル円は下方向、ポンドの方はバク上げという形でね、通貨によって同じクロス円でもいろいろな方向性が出ているという状況でございます。 えー、それではね、えー、一つの通貨ペアごとですね、えー、解説をしていきますので、まずは、米ドル円の15分足、えー、右側のチャートからご覧ください。 えー、昨日の動画の解説のタイミングですと、110円を少し超えている状況でして、まあ、一旦ね、110円10銭ぐらいから、まあ、ショートを、ね、推奨させていただいたという状況でございます。えー、その後はですね、まあ、スムーズに110円を割り込みながら、一時はね、ニューヨークマーケットの終わりがけには、109円80銭を、ね、割り込むというような形で、下落をしたんですが、まあ、東京マーケットね、先ほどお話しした通り、日経平均が、ね、リスクオンということで、2万4000円台を回復。 まあそれに伴ってですね、為替の方もほぼほぼ行ってこいというような形で、一時はね、110円,110円10銭ぐらいまで上がってきたというところでございます。えー、ただ、東京マーケット終わりまして、ヨーロッパ時間に入ってからは再度110円を割り込みまして、結局のところね、110円を挟みながらうろうろしているという状況で、まあ、ほぼ結果横ばいという形でございます。 ま、一言で言えばね、えー、米ドルというのは非常に最近は、えーまあ、110円前後でウロウロしているということで、えー、結局は大きなレンジ相場ということで、方向感が見えないということで、えー、今までね、えー、かなり円安方向に進んでいたんですが、今は値固めをしているかなというところでございます。えー、60分足で、ね、左側のチャートをご覧いただきますと、以前からお話しさせていただきました、えー、こちらの三角ペナントですね。えー、こちら、明確に下抜けしたものですから、まあ、下方向にね、えー、トレンドが行くかなというお話をさせていただいたんですが、まあ実 実際ですね、40ピプス近く下がって、109円80銭までは下がったというところでございますが、今回の V 字回復ですね、今日の東京マーケットの上がりからですね、リスクオンになりまして、110円を回復してきたということでね、まだまだ下がりきらないのが米ドルからというところでございます。まあ、個人的にはね、少し110円ぐらいからのポジションで、ショートでね、利益を上げることができたんですが、今はもうね、まだ下げきらないというところで、再度ね、上がってきたところでは、どのようなポジション 取ろうかなと思うところでございますが、110円から120銭の間でですね引き続きショート目線で上方向にね跳ねる可能性というのは引き続き弱いかなと思いますので、110円から120銭ぐらいでショートの注文を入れて、110円をね割り込んだところぐらいで利益確定というねレンジ相場を意識したトレードにしていただければという状況でございます。4時間足も見ておきましょう。 はい、えー、こちらほぼほぼレンジ相場というのはね、えー、こちら見ての通りでございます下は109円80銭まあこの辺りのラインですね、えー、そして上は110円20銭ぐらいということで約40ピプスの間をです、ねえー、110円を挟みながらプラスマイナス20ピプスぐらいの動きが続いているというところでございます、えー、ただ先ほどもお話ししましたこちらの三角ペナントの状況から、まあ、110円20銭を超えてくるのは少し難しいかなどちらかといえば移動平均線ぐらいまで 上がってきたま110円10戦ぐらいですねそのあたりでショートを組んでこの移動平均線ぐらいでレジスタンスを食らって下げていくという方向性で引き続き問題ないかなと思いますただ、ね、110円20銭から30銭を超えてきますと一気に跳ねる可能性がありますのでまそのあたりでねスポットストップロスを入れながら基本的には下目線で攻めていくという方法がよろしいかと思いますので参考にしてください、はい、以上で米ドル円を終わります え続いて、えー、ここのところ、さ、えー、えない5ドル円を見てみましょう。はいえー、5ドル円15分足、えー、右側の方からご覧ください。 昨日の動画解説ですと75円50銭を少し超えていたというところでこちらもね75円60銭から70銭ぐらいにかけてショートというのをメール会員の方 LINE の友達追加の方に送らせていただいた通りでございますその後はですね大きく下げてすぐさま75円50銭を割り込みますと一旦はねニューヨークマーケットでは75円の前半、まあ、20銭を割り込むというような形でねかなり下落が激しかったというところでございますそこで下がると とことろは米ドル円と同じような動きだったんですが、5ドルの方はねほぼ戻っていないということで、いまだです、ね、75円50銭に回復することもなく、ですね75円25銭を挟みながらうろうろしているというところで、相変わらず上値が重い展開が続いているという状況でございます。 60分足をね見ると綺麗な形に下落しているというところでございます。右下下がりの移動平均線でことごとくですねレジスタンスを4回ほどですね、1回、2回、3回、4回と食らっているというところでございますが、今ね若干移動平均線を超えてきたということで、一気にねこれが75円50銭ぐらいで、ボリンジャーバンドの上限ぐらいまで達することができればですねトレンド転換もあり得るかなというところでございます。 その理由としましては、他のクロス円、ドル円に関しても、特にポンドの方が、ね、非常に強い動きをしておりますので、リスクオンが続けば、ですね5ドルの方も反転が入るかなという形なので、そのためには、ですね一旦こちらのボリンチャーバンドの上限、右下下がりで下がってきているボリンチャーバンドの上限である75円50銭ぐらいまでの回復がまずは必要かなというところでございます。4時間足見てみましょう。 はい、えー、こちらもね、えー、心理的節目の75円ジャストぐらいでね、えー、反発。一旦はね、えー、下髭がついて、えー、戻しているというところなので、えー、多少のね、えー、まあ 反発が出てもおかかしくなないい状況かなと思います、えー、引き続きね、ねこの移動平均線よりか平均足のチャートは下側にあるんですが若干ね、えー、乖離が出ておりますので一旦はね、この移動平均線と平均足のチャートが、えー、重なるんじゃないかなというところでございます、まあ、その辺りがね、えー、75円50銭ぐらいでね、こちらが上げて、えー、移動平均線を下げてくるというところで75円50銭あたりで移動平均線で当たったところでですね、えー、どのような反応をするか。えー、こちらが えー、抑えつけられて下方向に行くのかそれともね、えー、なんとか耐えて移動平均線を超えてくるかというところによってですね今後の方向性が変わってくるという形なので前者のように、えー、頭を抑えつけられるというところであれば再度75円を目指す展開、えー、なんとかね、えー、移動平均線を上抜けて反発することができれば一旦は76円まで戻るかなというところでございます、えー、ただこのレンジ相場75円から76円のレンジ相場というのはね、えー、結構ガチガチにね、えー、入っている という形なので75円もこの辺りねしっかりサポートが効いているところでもありますので明確なサポートラインとして意識することが必要かなと思いますので、まあ、比較的ね75円に近づいたらロング76円に、えー、で近づいたらショートという形でね戦略として利益を抜くことができるというところも意識してポジションを取っていきましょうという形でございます、はい、以上で5ドル円を終わります続いて絶、ね、景 調爆上げ中の、えー、ポンド円を、ね、ご覧ください、はいえー。こちらもですね、えー、昨日の動画の解説のタイミングは、えー、144円付近ということで、ね、米、えー、ドル円、ゴードル円、えー、同様に、えー、ニューヨークマーケットのリスクオフに対してですね、えー、一旦は143円の前半まで落ちてきたというところでございます。 こちらは逆にですね、えー、メール配信の方では143円50銭を下回ったところで、まあ、ロングというところをね、えー、推奨させていただいたんですが、まあ、少しね、えー、オーバーシュートしながらも東京マーケットでは見事に回復そしてヨーロッパ時間の中盤からですね一気にこちら移動平均線の下のボリンジャーバンドの加減でねサポートを確認しますと一気に爆上げということでね前回の高値の144円ぐらいですね、えー、ここも大きな反落を することなくですね上がっていったということでね昨日から見ますと約ね1円ぐらい上がっているということでポンドのボラティリティの高さというのはね引き続き県健在かなというところでございますただ60分足ねご覧いただきますと144円50銭前回長い上髭が出て沈んでおりますのでやっぱりこのあたりでね一旦は今までのロング勢のやれやれの戻り売りが出てくるかなと思いますので一旦は144円50銭ぐらい こいいでで反落すす。るる可能性はあるかなというとうろでございますえただ、やっぱり144円をねキープしていますと移動平均線が60分足ベースの移動平均線がスルスルっと上がってきますので、まあ、そのサポートを受けながら、えー、もしかしたら上の方に、えー、跳ねて145円を目指す展開も出てくるかもしれませんが逆に144円をねまた下回ってしまいますと再度143円のサポートまでね落ちてしまうというところもね考慮しながらポジションをね取っていく必要がす。 あろうかと思います4時間足ご覧ください はい、えー、こちらもね、えー、直近は143円から144円のレンジ相場が出ているというところでございます。えー、しかしながらね、144円、今、超えておりますが、こちらがね、えー、前回同様、長い上髭で終わるような形があればですね、4時間足ベースで、えー、そうしますと、また143円と144円のレンジ相場に逆戻りという形でございますので、今回はこの4時間足ベースで144円を明確に超えることができるか、えー、これにね、えー、注目。 注目をしていいただければと思いますできればね、要線が出て、一旦下げたところで陰線が出るんですが、144円よりか上方向でね、陰線が要線に切り替わって、今までのレジスタンスがサポートに切り替わるというところがあればですね、さらに強気相場に推移していくかなと思いますので、そうなればロングの方は追加でよろしいかと思いますので、参考にしてください。はい、以上で絶好調のポンド円を終わります。最後にユーロドルを解説して終わりにしましょう。 はい、ユーロドルの方はね、昨日唯一ちょっと外してしまったかなという予想でございますが、結果を見ていただきますと、15分足ベースのユーロドルのチャートですが、昨日は1.11を超えている状況から、1.1090付近でロングを組みましょうというお話をさせていただきました。お話をしたと言いますか、メール配信をさせていただいたというところでございます。 そんな中でね、えーまあ、ドルが強くてユーロが弱いという形で、下方向に、ね、チャート的には進んでいってしまいまして、1.1090でね、い長い下髭が出て反発するものの、大きな反発にはつながらずですね、東京マーケットでは徐々に1.1090を下回ってしまって推移していたというところでございます。 ヨーロッパ時間入りまして、一旦はね1.1090に戻ってきたんですが、再度、安値付近まで押し戻されてしまって、今回はねやっぱり米ドルが回復してきておりますので、相対的にユーロが売られておりまして、弱いトレンドはまだ続いているという状況でございます。 それをね60分足でご覧いただきますと、より明確になっている形ですが、基本的には、えー、移動平均線ね、ね再度下回ってしまいまして、えー、反発したところがね、えー、こちらの部分があるんですが、ここは結果的に、えー、右下下がりの移動平均線で頭を押さえつけられる結果となってしまったというところと、あと、えー、短期的にはですね約1週間の時間軸では1.1075というね直近の安値付近をうろうろしているということで、まあ、何かのきっかけでね再度 1.1075を破ってしまったときには大きくした方向に走る可能性があるということで引き続き弱気の相場が続くかなというところでございます。4時間足も、ね、見てみましょう。 相、はい、も変わらずですね、移動平均線で、えー、レジスタンスを食らってしまったという事実だけが残りましたので、えー、引き続き、えー、下がってきた移動平均線に頭を押さえつけられて、どうやらこの安値も割り込んでしまって、えー、次の、えー、安値のサポートとなる1.1050付近までは、まあ、見えてきてしまったかなというところでございます。えー、一旦ね、えー、反発したところで、えー、移動平均線よりか下側。 こちらのところで、要線から陰線に切り替わるタイミングですね、こういったところが絶好のショート日和という形になりますので、これも、ね、しっかりと意識して、移動平均線よりか下側で下げに、ね、転換した時には迷わずショートを組んでいただいて、直近の目標の数値としましては、1.1050付近で利益を確定していただくという形でよろしいかと思います。後ほどですね昨日のトレード等は ツイッターで、まあ、発表したいなとは思っているんですが、えー、少し、ねえー、この辺り、ユーロドルに関しては、えー、予想を外してしまったのでこちらは損切りなんですが、まあえー、米ドル円と、えー、ポンド円の方で利益を上げることができたかなというのが、えー、結論となっておりますのでよろしければまたツイッターの方もご覧ください。 はい、えー、以上でね、先進国通貨4ペア4通貨の解説を以上といたします。えー、今日もね、メール配信を、えーまあ、推奨の注文トレードをね、えー、載せていきますので、えー、ご興味ある方はまたご覧いただければと思います、えー。あとね、木曜日、金曜日ございますが、お仕事とトレード頑張っていきましょう。バイバイ。